こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話せない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、モテる男性が送る、LINE テクニック、モテる男性が送る LINE テクニックというお話をさせていただきたいと思います。まあ、LINE は本当に何度も言ってるけれども、会ってない間のすごく大事な大事なコミュニケーションツールなんですね。で、その LINE でどれだけ仲を深めるかによって2人の関係性っていうのは、もう最短でね、こう仲良くなれるかどうかっていうね、もう鍵、キーポイントなんですけれども、モテオくんは一体どういう風に LINE を送ってるか、分かってるよって方ももしかしたらいるかもしれないけど、そういう方はぜひ、実践するようにしてみてください。では一体どういう風に送ってるかというと、質問で終わらせる。例えばこう、自分は、じゃあパスタが好きなんだけども、何々ちゃんは何パスタが好きっていう風に質問で終わらせる。これ順番がすごく大事で、何々ちゃんは何パスタが好き、僕は何パスタが好きだよって終わると、質問で終わってないから言ってる内容は一緒なんですけれども、順番が変わるだけで返信率ってすごい変わってくるんですね。なので、もしやり取りをこうね、ラリーを続けたいと思うのであれば、質問ハテナで終わらすと、飛躍的に返信率が上がってくるので、ぜひ意識してみてください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の募集をしてます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。